はい、こんにちは。自然農法果樹園アイアイファームの自然農法家ともちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はノコギリを持ってますよ。はい、このノコギリ自分で作りました。まあ歯とかは違うんですけど、替え歯のノコギリを使ってたんですけど、結局替え歯ノコギリの歯ってすぐダメになっちゃうんですよ。私は研いだりしないので。で、このね、持つところが割れちゃったりとか、替え歯がなくなっちゃうんですよね。結局ですね、私はホームセンターでノコギリを買うんですけれども、なくなっちゃうんですよ。新しいのがどんどん入ってきちゃって。で、結局それは安いのを買うからなんですけど、はい。高いのを買うとね、替え歯がなくなるっていうことはないんですが、はい。で、いつも替え歯だけを買って持つところを自分で作ってます。はい、ということで、この前さくらんぼの剪定をしようかと思ったらバナナの枯れ葉がちょっと目についてバナナのことになってしまいましたが、今日はさくらんぼに手を入れたいと思います。はい、ご覧ください。これさくらんぼの木なんですね。で、あそこ分かります？枯れてるじゃないですか。で、去年までは、今も若干生きてる芽はあるんですけど、この枝ですね、この枝枯れてるでしょ。はい、去年はっていうか、もう来年のつもりしてるんですけど、なりました今年ね。でもここに枝が、新しいのが出てきて、芽が生きてるので、これを切っちゃいます。これを、よいしょ、結構大きい枝なんですよね。大きい枝、上の方にもあるんですが、新しく出た枝を伸ばしてあげたいので切っちゃいます。で、新しい枝の方が元気があって、それで鳴る時もこう大粒なのが鳴るんですよね。たくさんは鳴らなかったりするんですけど、古い枝には小粒なのが結構鳴りやすかったり、するような感じですね、私がさくらんぼの木を見てると。はい、新しいのを伸ばしたいので、ほとんど枯れてしまった木を切りました。私がこうやって間引き剪定って言うんですけど、枝、大きい枝を間引くじゃないですか。この時に気をつけていることは、木の中心部分に光がまんべんなく入ることを気をつけてやってます。まあそれ以前にね、うちはね、ちょっと結構あそこにも大きいえのきとか生えてたりとかしたり、あと向こうの方にもちょっと大きめの桑の木が生えてたりしてそれ以前の問題なんですけど、日陰が多くて桜の木がかわいそうだよって、言われたことさえあるんですが、はい、ちょっとね、来年は期待できますよ。今年は結構ね、桜もポロポロなって袋掛けをして販売しました。来年はもうちょっとなるんじゃないかな、もうちょっとお客様にお分けできればいいなって思ってます。期待してください。今年も、今日29日なので、今年も明日と明後日の2日だけになりましたね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。来年もよろしくお願いします。その前に31日もまたアップする予定ですが、どうなることか分かりません。はい、それじゃあ今日はさくらんぼの剪定でした。あ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。じゃあねー。